はい、今日はちょっと僕のですね、得意なこと、それをちょっと皆さんに披露しようかなと思うんですが、僕の得意なですね、間違い探し。僕、あれがむちゃくちゃ早いんですよ。僕、一時期ダーツが好きでよくダーツバー行ってたんですけど、待ってる間に間違い探しマシンっていうのがあって本当に、で、みんなそれやって待ってるんですよ、こうやってピッとかやってピッピッピッってやるんですけど、もう僕だけピッ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 、はい次、ピッピッピッ、はい次っていう感じで、もう周りオーディエンスですよ、もうっていう、まあこっちはもうやってみましょう。これどういうレベルがあるんですかね。1から6まで。1から6、はい、もうなんかスタッフがやったっていう話を聞いたんですけど、僕はもうやりました。てんちゃんがやってくれた。もうすでにやりました。あ、ほんと。カツラ、箸でしょ俺が持って。どう久々間違い探し。正直頭でかかったそうだよね、はい、だと思うんですが、まあちょっと見てください。ではやってみましょう。はい、じゃあ最初のレベル1なんですけども、はい、僕らスタッフの一応参考タイムが26秒、はい、26秒、はい、で、大浦さんが1分48秒。長すぎるやろそれかかってる。いや、やってみてください、とりあえず。そうですよね。これで僕が何秒かっていうところがまずの基準タイムになるってわけですね。1分超えたらもう企画終わりです。確かにそうですね。それについて終わりです。そうですよね。よし、じゃあ目標タイム、はい、じゃあスタッフの半分で13秒。はい、いや、正直そんなかかんないと思うんですよ。はい、言うね。え、これ間違い何個とかって言いましたか。間違い3つです。はい、頑張りたいと思います。ではいきます。はい、よーい、スタート。いきます。まずこの衣の上のヒレですね。はい、それからここのおにぎりの、はい、ここの角が違います。それから箸のこの柄が違います。正解です。すごっ。何秒。14秒。うわ、すごい。すげえ、マジすげえ。あれ、ちゃんちゃんちゃん、これ結構突破能力だったわ。そうだった。そうですね。いや、でもちょっと一瞬苦戦したんですけど、うー、すごっ、感が取り戻ってきました。13秒。想像の倍ぐらい。ちょっと想像を超えてきたわ。はい、じゃあレベル2に入りますが、はい、こちらも間違い3つで、3つ、スタッフが46秒。46秒、はい、あ、やっぱ増えるんですね。はい、で、大浦さんが2分50秒。長すぎる。かかっております。そんなにかかった。かかったね。いいね。毎回てっちゃんのタイムが楽しみやね。いやいや、マジで。じゃあもう半分以下ではいかんとね。半分だね。はい、いや、もうちょっと短くでいけそうな気がするな。15秒ぐらいでいってます。まあ、わかんないけどね、難しいんですよね。ちょっと難しいと思う。頑張ります。はい、合ってたらピンポンと言ってください。はい、大丈夫ですか。はい、いいですよ。では行きます。よーい、スタート。はい、はい、まずここの男の子の持ってる本が違う、この座布団が違う、それからこのカルタが違う。正解です。すごい。ちょっと待って。7秒。ね、このカルタでしょ、それから座布団の大きさが違うでしょ。ドライちゃんがすごい。日頃からそういう風にこう注意深く生きていかないと。この人ってそうやって生きてたんだな。そうですよ。すごい。じゃあレベル3に入らせていただきます。はい、レベル3もですね、間違い3つで、3つ、はい、参考タイム、スタッフ1分35秒。スタッフの方でも伸びましたね。はい、で、大浦さんが1分14秒。だから何で身近なってんの。勉強されたんだよね。そうか、こうだってことね。ああ、いいことですね。そう、あ、じゃあ大丈夫でしょうか。じゃあ間違い3つですね。3つでございます。はい、 OK。 はい、ではいきます。頑張ります。よーい、スタート。はい、出ます。まずこの油の跳ね方が違う、エプロンのポケットが違う、それからですね、もう一個が、うわ、これラスト、もう一個か。ハマった、ハマった、ハマった。やばい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 。オブラの跳ね方、うん、あー、ここの柄、はい、違う違う、うわ、かかった。これは、でも、でも、すごいよこれよ。俺ちょっと弱いやつだ、これ。けどすごい、けどすごい、これちょっと弱いやつ。いや、この2つは一瞬のことなんですけどね、うん、ポケット、うんうん、これな。あー、ちょっと、悔しい。けどすごいよ。悔しいな。よし、これちょっと次に行かして、はい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 、では続いてレベル4、こちらも間違い3つでございます。はい、で、参考タイム、スタッフ、2分19秒かかったね。はい、はい、大村さんが3分34秒になっております。すごい難しいね。もうそういうことだ、そういうことだ、さっきの反省を生かして。はい、
10秒、20秒台ね。反省するとこない。いや、あれ俺がよくない。俺がよくないな。うん。はい。ではいきます。はい。よーい。はい。いきまーす。ですね、まずこの、首。それから、トサカ。正解。ここ正解。ね、トサカの形が違うじゃん。で、ここがすごい。この、こうやって、で、首のここがちょっと違う。何秒？6秒。よし、一桁、一桁。一番楽しそうよ。はぁ、これはすごいよ。はぁ、気合いってきたぞ。じゃあ続いて、レベル5ですね。はい。今回間違い4つになります。4つ、はい、で参考タイム、スタッフが3分27秒はい。で、大村さんは2分25秒なんで？危なかったの、これまた。なんでこれさ、しかもさ、絵が、はい、いいよ、言わなくて何も言わなくて何もお前は何も言うな。あ、それ言っちゃダメか。しーだろ。いいよ、ごめん。はい、チャレンジします。4つですね。4つでございます。ほー、じゃあ行きます。かかってこい。よーい、スタート。はい。ですね、まずこの船がない。正解です。それからここにも船がない。はい、正解です。はい。それからこの、あの屋根のこの赤いオレンジのところがない。それからこのドアがない。はい、正解です。やべえ。シャー。何秒？何秒？シャー。何秒？13秒。はい、もう一回解説します。船がないですよ。船がないですよ。めちゃくちゃ ね、 ね。そしてここに船がある。こっちはやばい、ね、マジで。ドアがある。苦手だと思っちゃう。確かにね。これ持ってんじゃないかと、家にこの絵をね。ちょっとやらせ疑惑出ちゃうね。いや、だからオリジナルをちょっと募集しましょう。う、ね、かかってこいと。そうですね。まあ最後あるから。かかってこいよ。はい、次行きましょう。では最後、はい、レベル6でございます。最後ですね、間違い5つございます、うん、多い5つね、うん。本当にグッと難易度上がっております。はい、正直6じゃないよね、これ。あ、そうですね。これ10だと思う、はい、感覚的には。そう、今までやった中では。あ、そうなんだ。というのも、スタッフの、まず参考タイムが10分22分。10分？そう。そんなにやってくれたんですね。で、大村さんでも、まあ、6分40分。ああ、だから俺もまあ、そんなもんです。なんか、だんだんてっちゃんの凄さが分かってきた。いや、よく分かんないんだけど。最後、かかってこい。はい、5つございます。5つですね。10分ですもんね、スタッフね。スタッフ、はい、10分かかってます。じゃあ、いきます。はい。よーい、スタート。はい。まずいきますよ。ここの、水玉が違います。それからここの毛並みの1本が違います。それから、毛並みのどこですか。毛並みのですね、ここの1本、あ、ごめんなさい、あ、違う、この、こめかみ。それから歯のかけ方が違う。正解です。それから今3です。この目玉の、違うな。違うぞ、分かった。ちょっと待ってよ。こめかみでしょ、歯でしょ、この汗でしょ、それからね、あと2つです。これはむずいの素敵。このね、なんか目玉、目ん玉のところがちょっと違う気が。なんかこの目玉が違うように見えるんだけど、さすがにむずいね、これ。あ、この目の長さ違う。正解です。はい、来た来た。それか。あー、ラスト1個だ。そういうやつでしょ、もしかして。顎の長さは一緒だな。はい、長さは一緒で、うん、なんかこの唇のところの厚さが違う。正解です。おーい。で、タイム、はい、2分19秒。かかったな。いや、でもかかったな。あー、俺の弱いのが出た。弱いのが出ちゃったんだな。その太さ、目の長さ、しぶき、歯、こめかみね。これはむずいわ。でもこれむずい。どうですか。いや、なかなかでしょ、これ。6秒のとこすごい。あれ、半端なかったね。はい、よし、全国の間違い探しファンの方々。そうだね。どうぞ、かかってきてください。そうだね。っていうか、新しいの本当に作ってほしいです。オリジナル1個。第2弾、必ずやりますんで、ぜひぜひご応募ください。よろしくお願いします。